茨城県道、栃木県道29号日立大田那須烏山線は、茨城県日立大田市から、栃木県那須烏山市に至る県道である。茨城県日立大田市馬場町の通る、国道349号大田南バイパス、馬場坂下東交差点より分岐して西へ向かい、日立大宮市を経て、栃木県那須烏山市朝日の栃木県道12号、 ナスカラス山御前山線に接続する延長約4 9トルの県道である。途中、日立大宮市山形地域で九時川を岩い橋で渡り、国道118号と交差するほか、日立大宮市三和地区で国道293号と一部徴用する。全体的に緑深い山合いの集落を結ぶ重要な生活道路となっている。茨城県日立大宮市の三和地区内で、 茨城県道163号下日沢上尾税線と連動する道路拡幅改良工事が進められている。道路法の規定に基づき、日立大田市万場町同士松平長官及び、日立大田市赤土町日立大宮市鳥の湖官は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。 前線にわたり、阿武熊高知南部の丘陵地と、闇沿山地取り湖山海の新植国を流れる川に、沿って通る。日立大田市赤土町地内や日立大宮小川、三輪地区地内など、急旬な谷間や山越えがある一部区間は、強章で、カーブが多い。茨城県道29号日立大田那須カ山線、日立大田市下宮川内町日立大宮市、 鳥の子付近土地に県道29号日立大田、那須から須山線那須から須山市大沢付近福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。